サラバトモヨは,は1968年制作のフランス映画アランドロンとオルガジョルジュピコアルジェリア戦争から帰還したグミバランがマルセイユの港に降り立った。そこへ見知らぬ女が声をかけてくる。女は同じグミのモッツァルトを知らないかと尋ねるがバランは知らない男だと答えて立ち去っていく。そのやりとりを眺めていた。 同じ船で寄港した兵隊のプロップは、訳ありだと睨んで、バランに何かと絡むようになる。プロップはそこに、儲け話の匂いを嗅ぎ取っていた。しかし、バランが心に秘めていたのは、戦場で経験した、重い苦悩であった。2015年12月18日発売の、ユニバーサル思い出の復刻版ブルーレイは、ブルーレイと DVD の2枚組で、DVD にフジテレビ版の日本語吹き替えが、 収録された。また、角川から2018年5月25日発売のブルーレイには、フジテレビ版と TBS 版の両バージョンの吹き替えが収録されている。さらはともよのざわなち、大塚地下エマニュエル夫人、山口泉の吹き替えを収録したブルーレイ DVD が発売。ありがとうございます。